皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆史です。今日もですね、ちょっと雑感的な話をしたいと思います。テーマはこう、運動不足と知識不足ということで、まあ、あのー、ちょっとこのタイトル聞いて、嫌な思いをするというか、えー、ちょっと痛いなっていうことを感じる人がいるかもしれないんですけども、まあ、あえてこれを 選んでいただいたっていうことは、まあ、多少興味があったりとか、嫌、えー、ではあるけど、ちょっと、えー、やってみないとまずいかなというふうに思っている人ということで、話を進めていきたいと思います。で、ただ、えー、私の話なんで、やっぱりこの手,手帳の話に絡めてお話をするんですけども、まあ、ちょっと2つのポイントでお話をしたいと思います。でえー、1つ目は 手帳を開く前の話で、もう一つは手帳を開いた後の話をするんですけども、まあ、この手帳を開く前っていうのはあの、ことが起こる前というか瞬間までにしておくことの運動とか知識の話。で、二つ目の話は、そのイベントとかタスクとかがこう始まった あと、えー、続ける時の話をちょっと、えー、2つに分けてお話ししたいと思います。で1つ目のその開く前、えー、開いた開かなきゃいけないという瞬間の時までの話の運動とか知識なんですけどもあのー、まあイベントが起きましたって言った瞬間の時に その手帳をこう早く開けるかどうかっていうその単純なは速さじゃなくてそのじゃあやってみようかなっていうところに至るまでの時にその運動不足だったりすると要はその体が重かったりとかそのどっこらしょとかいやー 今日疲れてるんだけどどうしようかなみたいなその開くタイミングそのものが遅かったりっていうそのタイミングの問題がちょっと大きく影響してその運動とかがしておいた方がいいんじゃないかなというお話だったりまあこれが知識だったりするとその,そのやらなきゃって思っていることが 言っていることなのかそうじゃないことなのかとか、えー、手段が分かってるとか分かってないとかっていうまあこれによってもその開いてじゃあどうしようかっていうところまでにこうなかなかこう足が向かないっていうことが多いんじゃないかなということで、まあ、実際にはその運動要はその体,体力というか、えー、よっしゃやろうって思う 原動力として運動が必要だったりその知ってる知ってないっていうことで知識が必要なんじゃないかなというのがこう手帳に絡めた運動と知識をやった方がいいとまあおすすめするという理由ですということで2つ目のその開いた後いや実際にその実行する最中の話でいう運動と知識っていうことであるとその 一発でその目標とかこうイベントが達成できたりとか完了したりっていうことであればいいんですけどその場合もこの力技だったりとかこう知ってる知らないっていうことが大きく影響したりとかで、えー、こと夢とか目標とかっていうことになってくるとその1日2日じゃ終わらなくて1ヶ, 1, 1, 1ヶ月だの1年だの っていう話になっちゃった時にやっぱりそこで体力とかそのこなせるだけの知識とか知恵とかっていうものがどうしても必要になるんで、まあ、そこでその運動とか知識っていうのが必要になるんじゃないかなというふうに思いますということで、まあ、運動とかこう知識学習みたいなものをおすすめするんですけども。 皆さん、じゃあ、好きですか、嫌いですかって言われると、はい、好きですっていう人はなかなかいないと。で、ちょっと私のことだけを話すと、幸いにしてどっちも好きですという、まあ、ちょっと恵まれてるというか、あんただからいいんね、あんたはいいよねって話になるんだと思うんですけども。ただ、そのさっきも言ったように、その やっておいた方がいいか悪いかっていう、その行動管理とか時間管理のマトリックスでいうとこの,その第二領域という、その緊急じゃないけど重要なこと、特にその開く前の準備みたいな、その運動とか、その知識、学習みたいなものはやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思ったりもします。まあ、特にその 開く前の方、ね、準備の段階でそれをやっておけばその開いた後が楽になりますよっていう、まあ、そんなことだったりするんだと思うんでこうあの好き嫌いっていう話ではなくてこう何かしらこう定期的に嫌でもちょっとやっておくべきことなんじゃないかなっていうことでこの運動と知識をおすすめすると。 そんなお話ですとということですまあヒントというかまあ多分皆さんこう分かっちゃいるけどというまあそんな話だと思うんですよね。なのでまああの自分のペースでやればいいし、まあ、意図的にやらなきゃいけないやった方がいいことなので、まあ、手帳の中にそういうことをこう織り交ぜて、えー、定期的にやるということをお勧めしますと。 とい,うこと,ですということで、今日の動画は以上となります。何かのヒントになればいいかなと思っています。で今日も、えー、最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。